こういう感じで、はい、はい、再起室ですね。こちら、これ初めてなんです。こちらの再起室に入るのは、はい、前回撮影してませんでしたので、はい、はい、あ、これ可愛いですね、これね。そうですね、ちょっと私も赴任してからもう取り付いてたものなんで。ああ、そうですか、はい、分かりました。インテリアと、そうですか。おっとっと、こちらが検査ですね、採血前検査、はい。これなんか白を基調としてるんですかね。随分白がなんか目立ちますね。やはり明るさでしょう。うん、はい、そうですか。はい、明るさを重視という。ベッドはちなみに何台かな、これは。10ベッドございます。あ、10ベッド。これが照明の。あ、なるほど。これが最後ですね。で、これは全血はそのうち、ですね、その割合によって、全部対応できるような形になってますので、この全血のいただける装置が4つありますので、はは、最大4人まで1台で、まあ、希望献血によっての採血になりますから。分かりました。はい、で、これがトリマの旧型ですね、これね、はい。こちらが新型ですかね、トリマ9。これがもう、このテルモって書いてあるのはこの CCS、トリマですね。トリマですね。まあ、これがうちの最新なもんですから。そうですね、これトリマ9っていう新型ですよね。はい、はい、あ、これも新型ですね。これが旧型ですね、トリマのね。はい、はい、で、CCS と、はい、私はこのナンバーワンでやりましたね。こちらもナンバーワンですかね。こちらのナンバーワン、これで一応、やりました。最近なんか CCS でもトリマアクセルがなんかできるって聞いたんですけどね。トリマアクセル CCS でも、普通トリマアクセルっていうとなんかトリマでしか今までこれうん、そのいただける対数の話ですね。だからこの CCS でもこれ、トリマアクセルができるって聞いたんでね。はい、これね、はい、これヘモノティクスって言うんですか、これ。これ最初はその言いづらかったんですけどね。でも最近、はい、スムーズに、まあ、こちらとテムのテルモさんの機械とですね、2種類こちらの種類は、はい。で、テリスはもうないんですね。テルモのテリスっていうのはなんかあれがなくなったとかも言ってましたね。そうですね、見かけませんね。ん、そうですね、テルモのテリスはないでしょうね。ちょっと今ざーっと 見ましたけど、これ CCS とトリマーだけですよね。はいはい、うん、なるほどね。あ、これ上がなんかこれいい感じじゃないですか。この上はこれ何ですか。まあ、こういうデザインですかね。そのこの十文字の側に蛍光灯がついてるんですね。うん、で、天井を映してるような形の照明になってるので、はい、こういった。なるほどね。光の、はい、この広さもだいたい標準的ですね。これよく見ます、これ。広くもないし狭くもない、ごく標準的な。奈良県の赤十字血液センター、あれはこんなに幅はないんですけど、ちょっとこういう細長い作りですかね。これはこの広さは結構あれです、標準的ですよね。うん、まあまあまあ、はい、うん。できて7年でしたっけね。7年、平成24年にできて。そうですね、24年ですかね。7年ですよね、はい。あれ、長野の献血ルームはあそこは広かったでしょう。採血室はなんか細長いような感じでしたね。奥に細長いね、奥に細長いですね。の献血ルームはそうです。はい。こんな感じでいいですかね。もう時刻ももう、8時10分の特急で、でもまだまだ十分間に合いますね。8時、19時50分に出ても大丈夫ですね。15分あればね。まあまあ、おおむねね。はい。おおむね間に合いますよね、松本までね。そうですね。まあ、19時40分。
まあ、19時45分ぐらいに出ますかね。それでまあなんとか東京にこれから帰りますから、はい、すいません長丁場で。いえいえいえ、他に何か PR することがあったらどうですかね。何かあの、うん、一応あの、うん、外国人の方々に、はい、人気のある松本市の献血ルームです。よろしければ皆さんお出かけください。外国の人人気あるんですか。はい、比較的上位を占めている情報を聞きましたので、外国の人気の観光先の松本市が、あ、はい、なんであの比較的外国人の方多いんですよね、日中も街の中も。あ、街の中はね、はい、でもさすがに献血はしないでしょう、外国の方は。ですけど、うん、どうでしょうか。あの日本語は見学には来られることはあります。見学には来られる。どういったあの建物なんですか。あ、なるほど。来られる方はいらっしゃいます。献血するには日本語が分からないとダメですよね。ダメですね。ダメですね。はい、日本語が分からなければね。日本語が分かれば OK ですかね。あと、立ち会いされている先生の応対に応答ができて対応できれば、 あと問診のことを理解していただかないと、一つ一つ理解していただかないとこれ難しくなります。じゃあかなりハードル高いですね。ハードル高く、外国の人が研究日本で研究するっていうのはね、かなりハードル高いですね。はい、さてもうこんな感じでもう遅いんで、もうでもこれで、ほっとしました。これこちら初めて紹介するんでね、もう私も来年の3月にリタイアで、おそらくこれが松本に来るのはおそらくこれが最後まあリタイア後に来れなくはないですけどね、リタイア後にね、またね、はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。はい、献血もいただきました、はい、ありがとうございます。いえいえ、どうも、はい、飛びます。